はい、今週も始まりました玉那覇直也のパイロットになろう。番組 MC の玉那覇です。この番組は航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びし、ここでしか聞けない航空業界のお話を楽しく聞き出し、航空ファンを増やすことを目指しております。そしてパイロットを含む空の仕事に就きたいという夢をお持ちの方々に有益な情報となるような番組をお届けしたいと思います。この番組は玉道場、ザ・ランゲージカンパニー、株式会社アイテップジャパン、エアスマート、マスターイン、エアスマートアビエーションアカデミー、スカイサンタビズリゾートクラブ、 FSO パイロット留学アカデミー、以上8社の提供でコミュニティラジオ FM ギノワンと FM 宮古からお届けいたします。放送は FM ギノワンのホームページからは YouTube、 リスンラジオでは音声配信を行っております。今月6月は航空会社スペシャル、スカイマークのスペシャル月間です。もうすぐ始まる沖縄の夏に向け、ピカチュウジェット2号機、下島路線に関わるたくさんのお話をお聞きしていきたいと思います。6月丸ごと5回はスカイマーク特集でお届けしたいと思います。最初のゲストには運航乗務員機長の橋本さんにお越しいただきました。2020年の7月にも一度ご出演いただきました。なんとスカイマークの機体のデザインも手掛けたマルチタレントの橋本さん、今回はどんなお話が聞けるのでしょうか。今回のスカイマーク月間、特別にスカイマークレザーメモパッドを10名の方にプレゼントをご用意していただきました。ありがとうございます。番組最後にキーワードを橋本さんより発表していただきますので、最後までお聞き逃さぬようお願いいたします。それではお昼までの1時間ほどお付き合いください。CM に入ってますが、はい、音が出てきました。はい、よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。2回目ということで、あの時はまだね、コロナの走りか何かな、マスクして喋ってましたからね。そうなんですよ。そうスタジオには行かせていただきましたけど。スタジオでお互いマスクして、ね、そうですよね。まあ、お互い職務は外してますけども。はい、そうですよね。まさか、なんか初そう思わなかった。本当ですよね。もうずっとそんなに続いちゃいましたもんね。本当ですよ。あれから、2年弱。そうですね、もう2年経ちますね。ある程度落ち着いてきたとはいえ、落ち着いてきたというのか、なんというのかって感じですが。いやいや、今日はですね、まだ今 CM 期間中です。CM 時間中ですよ。CM 開けてから、はいはい、もうこの前回の話も含めて、はい、まあ、今回、ロールがちょっと役割が変わった橋本さんのお話もお聞きしていきたいと思いますので、はい、あれこれ、これ今の ここの間の話はあれですか、放送というか乗っかるん、あ、そうされます。気は抜けない抜けない。あ、本当ですね。ちょっと今ちょっと一瞬気を抜いてましたね。はい。そうそう、気は抜いちゃダメ。わかりました。はい、やっぱりあれですか、前回放送されたので、もう一発で白羽の矢が当たったんですか。また今回もだから、池内さんから突然 LINE が来て、今度やるらしいから、橋本さんお願いしますって来て、まあ、全然構わないですけどって送ったら、その後まあ、弊社の下地支店長の、はい。ですよね。はい、はい、3秒、始めます。あ、ごめんなさい。はい、はい、皆さん CM 時間中もお楽しみいただけましたでしょうか。では改めて、橋本さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。冒頭話した通り、2020年の7月に、スタジオで放送ゲストとしてお越しいただいて、はい、もうすぐ2年ですよ。そうですね、もう2年経ちましたが、はい、なんとか元気でやっていけてはいますが、はい、元気で、何よりでございます、はい、マスクなしで。そうですね、初めて、はい、はい、今日は非常に楽しみにしております。そしたら、前回聞いていらっしゃらない方もいると思いますので、ぜひとも、はい、ですね、ここだ、はいはい、自己紹介のお願いします。
はい、出身としては愛知県の出身なんですけれども、2008年に国大学校を卒業しまして、そこから同年に、沖縄の航空会社に就職させていただきまして、副操縦士として昇格をいたしました。で、そこから9年間働かせていただいて、2017年の8月からスカイマークに転職をし、2019年に機長の認定を受け、3年ほど今、機長として、フライトをさせていただいております。はい。自己紹介っていうとなかなか何を喋ったらいいのかって分かりかねるんですが、そんな程度でよろ しいで大す丈か夫です。ね。後からいっぱ大い丈夫引っです張っか？てきますので。ああ、お願いします。ちょっはい、と受あけり身がでいきとますんで、はい。う。ありがとうございます。自己紹介できない30分が喋られたらどうしようかなと思ったんですけど。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。前回出ていただいたときに、機長昇格して、確かまだ1年ぐらいのお話であっそうですたんでね。すけども、はい。実はあの時の、お話の中で結構盛り上がったのが、飛行機のデザインを、やったというとあ、ころで、そうで実すね。際はい。持っていただいたんですけどね、あれはめちゃめちゃ好評でしたね、リスナーからも。パイロット、ああ、の本当デですザインってか。パありイがとロットうがしてるのっていう。ございます。そうですね。もう一生に一度あるかないかの、経験ですね、多分。もう2回目ないと思ってますけども。それはあれですか、もうスカイマークの中に広報に移動とかってないんですか、デいザイナーとか。やいやいや、ないです、ないです。それでは、じゃあですね、そのもう機長になってもう3年、以上経つんですよね。そういう そうで中すで、ね、はい。じゃあ、この間はなかなか、深く掘り下げてきれなかった、機長として飛び始めて、さらにその機長の向こう側にある今日のこのお話もいろいろお聞きしていきたいと思います。まずはですね、これ機長としてのお話、をお聞きしたいんですけども、いわゆる前職で9年ほど副操縦士をして、で、スカイマークに来て、で、それで機長に昇格をして、それが2年ぐらい前だったと思うんですけども、実際にその機長としてのフライト、副操縦士として見ていた機長と、実際今橋本さんが機長としてもう飛ばれた時、なんか違うところがあると思うんですけども、そのあたり、機長としての業務、このテーマでちょっとお話をしてみたいと思います。そうですね。フライトをするっていう、挑み方についてはあまり変わりはないかなというか、気はしてます。同じような、絶対に守らなければならないものっていうのは変わりませんので、そういう意味でその意識は変わらないと思うんですけれども、前回でもちょっと軽くお話をさせていただいたかもしれないんですが、そのチームとしてのパフォーマンスをいかに上げるかっていうところに、主眼がいきますし、そのためのマネージメント能力っていうのを、やはり大きく問われるというのが機長の仕事としては、一番挙げられるものかなとは思っております。はい。そうですよね。私個人的には、この一人で乗る飛行機を乗っているもんですから、その二人で飛ばすという感覚がね、まだまだなかなかないんですけども、この飛行機を飛ばすという面で言うと、その副操縦士っていうポジション、そして機長というポジション、ロールは違うと思うんですけども、やっぱり普段心がけていらっしゃることってありますか、機長として。そうですね。コミュニケーションはとにかく取るつもりで、そうですね。相手の考えていることであったり、相手が持っている視点を引き出すっていうことが、大事かなと思っています。特に、海外だと割とこの年の差っていうところの、なんていうんですかね。とか、ロールっていうことに対する権威勾配って、よく言いますけども。はあんまりそんなにものすごく急になることはないんですけれども、やはり日本ってちょっと役職がついたり、例えば年齢が上の方であったりっていうすると、それだけでちょっと、相手の顔色を伺うというか、そういう文化が若干あると思うんですね。で、ただそうすると、本当は気づいてるけど、言えないこととか、相手を、目上の人だから、言いにくいこととかっていうのって多分あると思うんです。で、僕自身も副操縦士の時にありましたし、それでも言わなきゃいけないことってきっとあるはずで、で、言ってもらった方が、より運航品質を上げられることができるかもしれない。例えば、気づいてない、
揺れの空域とかですね。副操縦士の方はもしかすると揺れるんじゃないかなって思っていても、機長は全くまあ揺れないかなって、こう意見の相違があるにも、意見の違いがあるにもかかわらず、そのまま進んでいってしまって、結果揺れてしまったら、それはもったいないことですよね。なので、そういうその相手の視点の引き出しをこう、なるべくどうやって引き出してあげれるかっていうところは、結構その僕は気をつけてるつもりではいます。実際に聞いてみて、本当は喋りにくいよって言われたらあれなんですけども、副操縦士の人からですね、言われちゃったらちょっとそれまでなんですけど。逆にそれは橋本さんが副操縦士時代にやっぱりたくさんの、機長の方と乗られていた時にやっぱりそういうのを受けてたんでね、きっとね、その機長の方もそういうことを橋そうで本すさんの意ね。見に聞こうとしていたっていうのが多分あったんでしょうね。そうです、そうです。やっぱりまあそういう、その直接こうした方がいいよっていうことではないんですけども、やっぱりもう態度から伝わるものがありますよね。で、はい。で、そういうものを、まあフィーリングといいますか、まあ文化の伝承みたいなものですかね。で、受けてきたつもりではいまして、まあこういうのは、基調像なんだろうなっていう、こうぼんやりしたものを、特にまあ前者の、長い間9年間も飛ばしていただいたので、その間では学ばさせていただいたなっていう気はします。で、さらに、まあ、スカイマークに来て、他の、まあ、この前もちょっとお話しいたしましたけど、いろんな経験を持つ方が多くいらっしゃるんで、また別の違った視点っていうものを、いろいろ教えていただいたなって。で、それをちょっと自分の中でこねこね組み合わせて、今の自分の中の基調像っていうものが、まあ、ぼんやりこういうのがあるかな。で、それに近づけるために、まあ、毎日ちょっとずつ頑張ってるかなっていうのが今の現状ですね。例えばこのラジオを聞いてる方々で、これからパイロットを目指そうという方々っていうのは、どっちかというと、その技術的なもの、知識的なものに、まあ、最初は仕方ないと思うんですけども、でも最終的に基調になるとなると、やっぱりそういう能力まで求められるとなると、今の段階からやっておけることっていうのが出てくるのかなと思うんですね。その橋本さんが、航空大学を経験されて、航空会社に入って副操縦士と今までの過程を振り返ったときに、これもう一番最後のパイロットを目指す方のメッセージもしかしてつながることかもしれないんですけども、あえて機長という立場になられて、その普段の運航の機長のマインドということを、だからわかる、今だからわかる、今の訓練生がこういう視点でこういうことやってやった方がいいよみたいな、なんかあります？すごく今興味持って聞かせて。そうですね。そのテクニックっていうスキル。まあ、我々の中では、ちょうど訓練の話も、CS の話ということで、この後ちょっと話をさせていただこうかなと思ってたところに絡むところではあるかなと思うんですけども、大雑把に言ってテクニカルスキルとノンテクニカルスキルっていうものが、まあ、分類としては分けられるんですね。で、やはり初期過程はおっしゃる通りテクニックに傾注しがちではあるんですけれども、じゃあそのテクニックを伸ばすために、例えば、よく言われるのは話をよく聞こうとか言いますよね。教科の話をよく聞こうとかって言いますよね。で、それって一種のその、ね、ノンテクニカルスキルだと思うんですね。そのコミュニケーション能力を向上させるための。で、じゃあ、それが分からないものがあった場合にどうやって対応するか。例えば、同期がいるんだったら、同期に自分の悩みを話してみるとか。逆に、じゃあ、同期のその考えてるソースを引き出すとか。まあ、これも同じく、やっぱりコミュニケーション。もしくは、チームビルディングっていう能力になると思うんです。で、そういうそのまあ訓練を通して、将来つながるっていうか、まあ、必須になってくる、そのノンテクニカルスキルっていうものが、だんだん、向上させることができるんじゃないかなと思ってますんで、その悩んでるその瞬間瞬間がきっとその後につながっていくんじゃないかなと僕は思ってますので、その悩んでる瞬間瞬間をそのテクニックだけじゃなくてですね、まああんなこと言われたけど、こう自分ではこう思ってるけど、どうなんだろうとか、なんであんなこう言われ方をするんだろうとか、こうどうやったら言ったら自分の思いが伝わるんだろうとか、そういう悩んでる一つ一つ瞬間が全部最終的につながっていくんじゃないかなって思ったりはします。なるほど。いや、これはね、次の、まさに次のテーマになるんですけども、じゃあ早速ちょっと変えますね。
訓練業務というところに、まあ、おそらくつながってくるんだろうな、まあ、これからパイロット目指す方も、ぜひ聞いていただきたいなと思う、はい、私が本当に個人的にいろんなことを聞きたいなと思っているのが、橋本さんが実は機長に昇格をして、今、その訓練の担当というところの新しい業務をされたというところをお聞きしました。はい、はい、まあ、ちょっとごめんなさい、正確に言うと、あの訓練教官として発令されたのはつい最近なので、訓練自体の担当はまだまだしてないですし、あの訓練教官としてはあのすごくひよっこなので、まだまだ教えてもらうことがたくさんある状況ではあるんですけども、あの今年の1月にちょうどその訓練の、まあ、新しい形態として CBTA というものが導入されているんですが、このまあ CBTA の、企画課の兼務をさせていただいております。で、ちょうどあの弊社 の、まあ、あの特にあのお客様視点というところで、魅力を紹介できたらなというお話を、まあ、事前の打ち合わせでさせていただいていたところもあってですね、でじゃあ、乗員として、お客様へのその満足度を向上させるというか、その土台にあるのは何かというと、やっぱり安全だというところ、お話をさせていただいたので、じゃあ、その安全を堅持するための取り組みを紹介させていただけたらなということで、その先ほどの CBTA の、話をさせていただこうかなと思います。はい。はい、で、何からお話ししましょうか。まずはじゃあこのテロップを変えてですね、その CS 向上、はい、まさに乗員視点で見る、その CS 向上への取り組みというところを、まあ、何よりも大切なのは飛行機安全なので、もちろん定期運送というところで定時性も必要だとは、はい、もう私ユーザーとして思うところなんですが、やっぱり一番のポイントっていうのは安全、そうですね、というところで橋本さんとねこの間お話した時にも、やっぱりあの運航乗務員としてはやっぱり安全をしっかり、届けるというところだというところがありましたので、このあたりをいろいろお伺いしていきたいなと思います。本当に安全、はい、そこの部分から、掘り起こして、じゃあ今これからやろうとしているその訓練だったりだとか、そういうのもお聞きさせていただきたいなと思っています。はい。そうですね。まあそのどうでしょう。どこからの話をしましょうか。まあ先ほどの話の続きになってしまいますけれども、うん、その安全を担保するためにはまあ。我々はまあ日々訓練をさせ、しないといけないというところがあって、まあ、機長に至ってはあの法律で決まっている定期の、試験を受け続けなければならないというものがまあありますね。で、今までのその従前の訓練というのはどういったものがあったかというと、主にその何かまあ緊急事態が発生した場合にどうやって対応するか、操縦をどうやって、まあ、やっていくか、その科目をこなすことっていうことが、まあ、一つ焦点になっていて、でじゃあそのこなした科目がちゃんとできるかどうか、まあ、点数として何点ぐらい取れますよね、じゃあ合格ですよっていう試験の仕方をずっとしてきた経緯がありました。で例えばそれっていうのは、あれですか、あ、ちょっとすみません、はい、例えばそれっていうのは、エンジンが離陸途中で1個ダメになったらどうするかとか、上空 で、 そうですね、この仕組みシステムが壊れたらどうするかっていうような、いわゆる技術的なものの訓練で点数をつけて合格合格ということですか。はい、そうですね、うん、で、まあ、そういう訓練が、まあ、入ってきたんですね。で入ってきたというか、まあ、それが従前の訓練と試験の形態ではあったわけです、うん、で、まあ、それで今までのその航空業界というものは安全を一定度担保はしていたんですけども、やはりそのどうしてもヒューマンエラー、人間は誰しもミスをするっていうところの、そのすり抜けによって起きてしまう不具合事象っていうものは、消えきれない、消せきれないというところで、じゃあ何ができるんだろうっていうことが、まあ、世界の中で、話し合われてき続けてきているわけです。で、それで新しいその概念というか、じゃあ逆に事故をしないクルーとか、何か起こったとしても挽回できるクルーっていうのはどういう能力があるんだろうっていうところに、着眼点が、まあ、いったというところがあり、はい、結局の話チームワークであろうと、まあ、簡単に言うとですね、うん、でまあ、ちょっと弊社のその訓練資料の中にうまい例えがあるので、それを流用させていただきますと、そのこのチームワークっていうのがテニスによく例えられているんですね、うん、
いや、テニスって前衛と後衛ってポジションが分かれますよね。で、球種によってはその前衛が処理したり、例えば深いロブが入ってきたら後衛が対処したりして、球を返球する。返球すれば、返球図をずっとしていけば勝てるような競技なわけで、その球っていうのは危険な因子だとすれば、それをずっと跳ね返し続けられるようなクルーっていうのが、その一番その事故から遠ざかる。安全度が増しているクルーだっていうふうに、例えることができるわけでなす。るほど。で、前衛は前衛なりにそのスキルがまた必要ですし、後衛は後衛なりのスキルが必要で、それぞれロールの役割が存在するしますよね。で、その状況状況によっては立場がこう変わったりする可能性もあるわけで、例えば左右をスイッチしたりとか、前衛と後衛が逆になることはないですけどね、テニスってあんまり。平行陣って同列ぐらいの、立ち位置に変わったりとかっていうことをして、いろんな工夫をしながら、コミュニケーションを取りながら、ポジションを変えて、役割を少しずつ変えたり、対応策を変えたりして、最終的に危険の因子を全部排除していくっていうことが、うまい例えだなと僕は思ってるんですけども。そういうチームの作り方というか、スキルの向上の仕方を、おのおの学んでいきましょうよというところに焦点が、向いた背景があります。なで、るこほれが専門的に言うと MCC ってマルチクルコーポレーションっていうふうに、ど。言うんですけれども、そこに今訓練のその主眼が置かれているというか、運行の主眼が置かれているっていうところがあります。まさにチームワークですよね。その先そうほでどのすテニスね。の話ですけども、確かに打ち返すとか、その技術的なものはもうあって当たり前で、そうですね。それをもとに2人でチームワークで、しかも帰ってくるボールが毎回毎回変わるわけですよね。いろんなそう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 です。場所だったり、速さだったり、タイミングだったり、変化球だったり、そういうのもちゃんと見極めながら、お互いで、じゃあそれをどういうふうにして打ち返す、しかも打ち、テニスだったらどこに打ち返すとかっていうのはあるんですけども、そういうのを具体的にじゃあその場でどういうふうにするのかっていうのは、すごくイメージしやすいんですが、一方で、じゃあそれってパイロットの訓練で、じゃあどういうふうにしてるのかっていうのが、すごく興味があるところなんですね。そうですね。そうですね。で、その訓練の中で、じゃあ、いろんな球が投げられてくるわけです。こういう故障がある場合とか、こういう故障があって、かつこういう無線が来て、じゃあ、こういうタイムプレッシャーがかかってっていう、鋭い球がいっぱい来るわけですよね。で、その中でもう汗かきながら、2人して協力しながら、球をなんとかなんとか返していくっていう訓練をやることで、だんだん学ぶものが出てくる。でしょ？っていうのが、その訓練の本質だっていうことに、その CBTA の中では言われていると。それが、きつい訓練をすることによって、じゃあ、日々の運行に、ああいう訓練をやった経験からして、こういう準備をしていった方がいいんだろうなっていう気づきがあれば、日々の運行に対して、役立てることができる。という発想なんですよね。で、なので、あくまでもその審査はもちろん審査としてあるんですが、訓練の焦点というものが、そのクルー一人一人の能力を分析、をより深いところまで分析して、そのスキルをより向上させて、全体的なチームワークを上げていきましょうよっていう考え方に変わったというのが、この概念といいますか。今、弊社が実施している訓練という形になります。これ今そのスポーツを例に出していただいてすごく分かりやすかったんですけども、先ほど私質問で、ね、じゃあどうやってその訓練するのかっていう時に、これまたスポーツの、まさにそれこそテニスのダブルスの練習っていうのを今思い浮かべたんですけども、要はテニスってスポーツなんでもそうですけども、何回も何回も繰り返して繰り返していろんなパターンをやるじゃないですか。で、それなりにその回数をこなすことによって、どういうふうにやったら、技術も上がるんでしょうけれども、そのチームワークだったりっていうのも、やっぱり同じパートナーで何度も練習をしてると、あの呼吸じゃない、そういうの出てくるっていうのが、スポーツの事例としてものすごくよく分かったんですね。そういう意味で言うと、じゃあそれを
訓練としてやる、回数をこなす。回数をこなすからこそ自分の経験値としてこれだけやったから次もしこういうことができても出てきても対処できるんだっていうのはイメージとして分かりました。じゃあそれは訓練といって、うん、時間を割いて別の訓練をやるのか、それとももうそれこそ日常のフライトがそもそもそれなのか、その組み合わせなのか、その辺どうなんでしょう。ああ、なるほどですね。そうですね、定期の訓練と審査というところの枠組み、フレームワークとして、そういうその、まあ、回数をこなすというところはちょっと、なんですかね、ちょっと違う観点かなと思うんですね。うん、その、まあ、本当にテニスを例えでしてしまいますが、その免許を例えば取るまでっていうのは、例えばテニスで言えば、ちゃんとボールが狙ったところに打ち返すことができますよね、サーブが入りますよねっていうのを、反復練習する。で、反復練習した結果、ここまでのレベルを達してますよっていう認定をもらうっていうのが、その免許をもらうまでの訓練だと思うんです。で、ここから、じゃあ、クルーとして飛ぶにあたり、同じペアでずっと飛ぶわけではないので、じゃあ、他のペアが来た場合、他の人が来た場合でも対応できるように、いろんなスキルを養成、育成をし続けなければならない。で、そういう意味で、その定期の訓練で、いろんな負荷をかけた、返球、球を返して、球を投げられ続けることに関して、そのチームを作る。で、返していくっていうことが元、その育成をしていくっていうところですね。うん、で、日々のフライトで訓練というのは、あまり、する制度としてはないんですけれども、うん、今その副操縦士を、機長に昇格させるための一連のその、業務といいますか、訓練形態として、訓練とか育成計画として、そういうところに主眼を置いて、各々のスキルについて、まあ、気づきをどん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 与えるような指導をみんなでしていきましょうよっていう、流れにはなってますので、そういうフレームワークであったり、うん、まあ、例えば紙媒体の、振り返りをするようなシートを作って、やってもらったりっていうことはしておりますね。でそういう意味では、その、まあ、副操縦士が機長に昇格するにあたっての育成の一環としては、一つ別のものとして、存在しています。ただ、その、この、別といっても、この、なんていうんですかね、CBTA で考えられている、そのスキルっていう概念っていうのは、使ってるっていう形なので、まあ、切っても切れないって言いますか。うん、うん、全体的なそのスキルっていうところに、着眼しているっていう意味では全部包括的にやっているとも言えるかなと思いますね。なるほど。これリスナーの素人の、まあ、方々が聞いてるときにパイロットのイメージっていうのがすごく大きく変わったんじゃないかなと、まあ、我々、まあ、一般のお客さんから見てみると、うん、コックピットの中では何が行われてるか、まあ、飛行機飛ばしてるんだろうけども、じゃあどういったチームワークでどういったことを考えてっていうのはなかなかわからない部分で、うんうん、今回橋本さんがね、実際その運航乗務機長として、しかもその今の訓練の新しい話をすると、はい、あ、チームワークっていう、チームで飛んでるんだ、でチームワーク非常に大切なんだっていうところは一般の社会にもすごく理解しやすいところでもありますし、うん、じゃあそれをどうやってトレーニングをしてるのかとかするのかとか、それもしかしたらうちの会社のこの研修に取り入れたいとかって思う人ももしかしたら出てくるかもしれないし、もうでもそれは本当にそうですね。うん、特にそのそうですね、経済用語でも使われてたりはするんですよ、我々が使ってる用語でですね、例えば、うん、そのこの CBTA が導入されたところの背景として、チームとしてのレジリエンスを活用したいっていうのが、まあ、あるんですね。そのレジリエンスっていうのはもう対応能力。うん、イメージとしてはこう、うん、ふわふわのこのゴムみたいな、ボールみたいなイメージなんですけども、うん、例えばその、今までのその訓練だと、先ほどおっしゃられたように離陸中のエンジンが壊れた場合の対応方法っていうのは、一つ、まあ、こう、例えば足を踏んで、ピッチをこういうふうに上げていって、スピード切らないように気をつけてとかっていう、こう、一つ一つのテクニックがありますけども、実際にじゃあエンジンがもし壊れた場合、どういう事故というかどういう不具合が発生するかっていうのって、あまり、まあ、その、一つとは限らないわけで。例えば以前ですね、カンタスで A380 で世界最大の旅客機が、
エンジンが壊れた場合に、壊れた時に、その破片が翼に刺さっちゃった影響で、作動油が全滅しちゃったんですね。全滅だったかな。2系統切れたんだったかな。結果、普通のエンジンが壊れただけだったら、例えば10個とか5個ぐらいの項目対象をしなければ、すればよかったものの、50個って、ちょっと僕もそのエアバスについてはあんまりよくわかってないのであれなんですけども、対応がもうとんでもない対応になったと。で、それをチームで、どうやって負荷がないように、で、一方はちゃんとフライトに専念して、一方はその故障に対応して、一方はじゃあお客さんの対応してなのか、じゃあわかんないですけども、チームのその対応能力をフルに活用して、そういうその見たこともない事例、訓練で遭遇したこともないような事例に対してうまいこと対応ができた。で、こういうそのレジリエンスっていう言葉、経済用語でもよく使われているようなんですけれども、それを育成していきましょうよというところなんで、おそらく会社、一般のその会社の中でも何かイベントが発生した場合、それこそ、コロナとかそうですよね。みんな誰も想像しなかったことが発生した時に、そのレジリエンスがすごく強い会社であれば、もしかしたらこの柔軟に対応ができて、うまいこといくっていうことはあるかもしれないですよね。なので、そうですね、そこに今、我々の訓練とか、運行というものには、着眼が向いているというなる形ほだど。と思ってます。それは、おそらく普段の、普通の会社、学校も含めて、様々な職種が、欲しいノウハウ。そうですね。開幕から欲しいノウハウになるかもしれないし、そうそでれすをね、ね。パイロットだけではなくて、様々な業態に応用できるんじゃないかなと思っているところでもう30分過ぎているので、一旦CM に入そうっなんですて、ね。わか後りま半し戦た。お話またお聞きしていきますが、では、それでは一旦 CM に入ります。さっきのカンタスの話ですけど、要は、経験したことがないことを、その中にいる乗員さんで、チームワークというか、そういった意見を出し合って、しかも飛行機の場合、限られた時間そうなんですよ ね。めちゃめちゃ限られた時間とリソースでやるっていうのを、これは想像を絶する職種だと思うんですけど、それをもう、やっぱり飛んだ限りは必ず降りてくるっていう使命のもと、その訓練をするってことなんですよね。そうですね。昔で言うと、いわゆるエアマンシップって呼ばれるようなものが、それが具体的に、じゃあこういうスキルが必要だよね。こういうスキルとこういうスキルの組み合わせで、こういう行動、チームとしての行動につながったんだよね。で、じゃあその行動がうまいこと言ったっていう背景だよねっていう、系統だった分析をしっかりしましょうよっていうのが、今の考え方なので、新しい概念ではあるものの、みんな昔から実はやってきた。で、すごいグレートパイロットみたいな人って、じゃあなんでそのグレートのパフォーマンスができるんかっていう分析をするためのツールとなってるっていう感じかなというイメージですかね。これ学問で言うとヒューマンファクターの領域になるんですか？それとも特そうですね。ヒューマンファクターもそうですし、行動心理学も絡んできますし、あとは、あれですかね、リスクマネジメント学とか、そっち系も入ってきたりはしますかね。それ大変だ。そうですね。そういう専門的なところは、僕は置いといて、あくまでも使う立場ではあるので、わ かりました。興味としては、ごめんなさい、CM 分けですね。CM を開けて。CM の間も盛り上がってしまいました。皆さん、後で YouTube でぜひご覧いただきたいと思うんですけども。お願いします。そうなると、なんだろうな、極端な話、飛行機の仕組みが分かって、飛ぶことが分かって飛ばすだけではないというぐらいまでのことをパイロットは考えて、飛ばしている。だから安全。我々お客さんからすると安全を期待するし、それを期待されている航空会社としては、そこまで徹底して、
何があっても絶対に下ろしてやるというような、どんな理想、先ほどおっしゃったように経験をしたことないこともやらなくちゃいけないという意味では、うん、いや頭が下がります。いえいえ、まあでもそれがあの航空会社として、まあ、当然あるべき姿というのは、もうこれはあの、まあ、弊社に限らず、あのどの航空会社でも、うんうん、あの皆思っていることだと僕は思ってますんで、はい、うん、まあ当然かなというところかなと思ってますね。でその上で、じゃあ弊社の場合、例えばまあ地上の方々と一緒になって、定時制のその確保をに勤しんだりっていうことはしている結果、そのあれですね、何年連続でしたっけ、自分忘れちゃいましたね、ずっと1位1位っていうのは聞いていて、何年連続だったか忘れちゃいましたけど、3年でしたっけ、4年でしたっけ。佐山さんもそれね、前回出ていただいた時にあのおっしゃってました。そうですね、はいはい、そうなんです。定時制1位っていうのをあの取り続けてこれているっていうのも一つ、そのまあ一つの CS なのかなというふうには思っております。うん、で、それとはまあ別に運航本部というか、運航乗務員独特なもので、まあ取り組んでいるものがあるようでして、うん、まあこれは僕はあの直接携わっているわけではないのであれなんですけれども、あの私たちがそのお客様と触れ合うタッチポイントっていうのはあくまでもこう、うん、アナウンスぐらいしかないんですよね。機内アナウンスですね。でそのまあ機内アナウンスに対して、まあ弊社ではそのお客様に、一便一便アンケートを取らせていただいていて、でアンケートをお答えいただいた方にはその抽選で何かこうプレゼントをっていうようなのをずっと毎便毎便やってるんですけれども、そのアンケートで、実はじゃあこういう機長の、アナウンスが良かったとか、こういうコーパーさんがいて元気があって良かったとかっていうお褒めの言葉をいただくと、まあ、それが集計されていくんです。うん、そうなんです。でその集計された結果、1年間で、お褒めのコメントをいただいた数が多い人を、まあ、何名か選んで、じゃあ、CS 報奨しましょうという取り組みがなされていてですね、まあ、恥ずかしながら僕もちょっといただいているんで、お一応、はい、こういう、あ、ごめんなさい、ラジオなんで聞こえないかもしれないですけど金色 の, あのバッジをですねいただくんです。で、はいはい、ちょうどあの先日2021年度の方もあの発表になりまして、うん、であの上位30名、が選出されてますんで、これ一応あのこの金色のネームプレートをあのつけてくださいっていうか、つけ、うん、まあ、マストじゃないんですけどね、つけてくださいって言われてるんですけど、ちょっと重たいんで僕ずっとつけてなくって、でもこれネームプレートあ、それそれそれです。あの、通常はですね、プラスチックの、あ、見えますかね、こういう、プラスチックの白い、確かに、確かに、確かに。ネームプレートなんですが、それが、その、ちょっと重い金色のネームプレートになるんですね。で、ちょっとサイズも大きいんですよ。なので、いいところ、僕は、あの、その、はい、これちょっと着眼点なので、あの、もし空港で、あの、弊社のパイロットに遭遇して、ネームプレートが金色に光ってれば、その、あの、機体の、その、機内アナウンスはきっと多分最高だと信じてますので、はい。ってハードル上げちゃってますよね。自分もつけ、自分でちょっとつけないでおこうかな。つけてくださいよ。いやいやいや、名前ちょっと、そうですね。はい。まあ、アナウンスって本当に難しいですね。皆さんにこう喜んでいただきたいなと思ってる反面、どういう心境で飛行機に乗ってらっしゃるかっていうのは分かりかねるところもあるので、例えばすごい辛いことがあって、で、とか、辛い別れがあって、それなりに、すごい明るく元気に行かれても、ちょっと今そんな気分じゃないよっていう方もいらっしゃるかと思うので、すごくそこら辺はちょっと気を使うのかなというのはありますけども、はい。皆さん多分いろいろ工夫をされてますね。アナウンスするっていうのは、はい、はい、どこでどのタイミングで決まるんですか、誰がいる、キャプテンがいる、副操縦士がいる。まあ、基本的にはその操縦を担当しているものが、アナウンスをやるんですけれども、例えばの状況によっては着陸はじゃあ、FO 副操縦士の人ができないような状況だけど、途中までだったらできるから途中までじゃあやってっていうふうにお願いをしたときに、まあ、そのときにその
ちょうど合わせてアナウンスもやってもらうとか、本当にまちまちなので、その喋った人が着陸をしているとは必ずしも限らない、離陸着陸をしているとは必ずしも限らないですね。そうなんですね。アナウンスを聞いたときに、キャプテンがアナウンスをしてるのか、副操縦士がアナウンスをしてるのかって、なんか区別する方法あるんですか？それはまあ正確には多分ないと思うんですけれども、そうですね、声がやたら、あ、でも関係ないですね。そうですね、割とでも皆さん、自分の自己紹介じゃないですけど、名前はおっしゃってるんじゃないかなと思ってますけどね、例え僕ば、は、機長の何々ですなのか、副操縦士の何々ですって言わん、え、言ってたっけな。そうですね。人によってやっぱり分かれるかなと思います。副橋操本縦士さん、の言方いでます？も、あ、僕です橋本か。さん、僕は、はい。そうですね。当便の機長を担当させていただいております、橋本です。っていうのは、いつも言ってますが、はい。はい。それは有益ですよ。アンケー トもよろしくお願いしますって言えばいいんですよ。橋本ですって。いや、もう絶対これつけていかないです。ハードル上がっちゃいますからね。いや、本当でもに。それはすごいやっぱりお客さんのフィードバックができる仕組みがあるってことなんですね、そもそもアンケートそうなんがです。あるっていう。で、このそうすチるケッと、トにまあ、印刷されてるやつですよね。そうです、そうです。QR コードを読み取っていただくと、その便のそのアンケートをすることができますので、ぜひ、まあ、お褒め以外にも、本当はこうした方がいいんじゃないのっていうのが、もしあれば、お叱りの声っていうのは、弊社への愛情の一種だと、私たちは思ってますので、そういうところも、からも成長できるきっかけになるんじゃないかなとは思っておりますので、アンケートをいただけたら、本当に助かるなと思っております。はい。いや、本当QR コードがあって、みんな毎便毎便そのお客さんがアンケート、フィードバックできる仕組みがあると面白いなと思って見てるんですそうけでど。すね。あの制度は素晴らしいなと思ってますが。はい。先ほどの訓練の種類がある中はい。で、まあ、聞いた話によると、それ、もちろん全航空会社、同じマインドで安全第一というのは、もうそこは揺るぎないところだと思うんですが、新しい訓練方式を採用しているのが、実は全会社ではなくて、まだ数社しかないということもちょっと聞いたんですけど。そうですね。まあ、航空局、が主導としてこういう訓練形態にしていきましょうよっていうのは、流れを作っているところはあるんですけれども、本運用として実施しているのが、まだ3社ですかね。まあ、正確に言うと、4社あるんですけれども、ちょっとタイプが違うので、失礼します。私たちが行っているタイプの、CBTA の訓練で言えば3社目になりますかね。で、他の、航空会社は今、試験運用中であったり、最近本運用に入ったということで、まあ、続々と、入りつつある中ですけれども、はい、その中に一応、弊社は入っております。なるほどな。いや、これね、先ほど半分冗談で話したんですけど、例えば一般の会社とか、まあ、学校とか、まあ、いろんな組織が、そういった航空会社から学ぶ、まあ、こういう、なんていうんだろう、安全を意識した、いわゆる、限られたリソース、限られた時間の中で問題解決をしていくというのを、そのコックピットクルーから学ぶみたいな研修会があれば、私、参加します。本当ですよね。そういう授業が展開できたらもっとなんか面白いでしょうし、自学校分でたもあったらち、面白いなと思いますよ。そうですよね。自分たちのその理解のにも深まるんじゃないかなと思いますよね。その教えるってやっぱり一番こう学習できるってよく昔から言いますけども。だからそういうこうディスカッションの中で新しい気づきっていうものも僕らも感じることがあるんじゃないかなと確かに思いますけども。なかなかよたく。だ、あれですね。やっぱり訓練の話なんで、こう話せること、話せないことっていうのはどうしても限られてしまう。そうなんですね。だから概念としてお伝えすることはもちろん多分できると思うんですけど。そうですよね。その概念を知ることもまず第一歩だと思うので、例えば、まあ、なんだろう、こんな提案もなんですけども、いわゆる航空会社、スカイマークが提供する、航空教室も、まあ、以前一緒にやったこともあったんですが、
パイロットから学ぶその、まあ、リスクマネジメントだったり、そういう方法の講義みたいなのがあると、おそらく学校とか、会社だけじゃなくそういうところもすごく興味を持っているというのが、あ、私今度アンケートに書いておきますお願いします。じゃあぜひお願いします。このためのアンケートですよね。そうですね、そうですね、はい、で講師は橋本機長希望って書いてあるいやちょっともっと専門のあのもう素晴らしいスペシャリストが弊社にはいますので、もう本当にあの昔機長として問われていて、もうそれこそ心理学からカウンセリングからもう達したような知識をお持ちの素晴らしい方がいらっしゃいますので、ぜひその方に僕はあのそっと荷物を流そうかなと思いますもし入ってきたとしてもすいませんお願いしますって言ってありがとうございます、はい。そしたらですね、最後のテーマになるんですけども、はい、今回この下地島、路線、そうですね、もうあの、はい、もうスタートして、2年経つんですか。そうですね、2年、そうですね、あ、何年、どれぐらい経つんですかね。ごめんなさい、僕もちょっと時間に関係あれですけど、2020年の、あ、そうですね、2年経つんですよね、うん、下地島路線が、ついて、はい、開設した時には確か羽田とか神戸とか那覇から来ました。まあ、我々地元あの沖縄の人間としてその直接下地に行くという機会が、はい、あの増えたというところですごく、はい、もう便利なあの本当に活用利便性の高い路線であります。でそこで今回のまた最後のテーマなんですけども、はい、やはりパイロットとして橋本さんが、全国もう津々浦飛んでいらっしゃると思うんですが、その下地路線も飛んでいらっしゃったと思います。はい。そのパイロットの目線として、でもう一つ言うと、我々がお客さんとして、まあどうなんだろう、右席に乗ったり左席に乗ったという、はい、どういったところが下地島って見どころだよみたいなお話をぜひ聞かせていただけませんでしょうか。そうですね、まあもう宮古って、宮古群島っていうのはもうあの宮古ブルーと言われるぐらい、まああそこは川がないですもんね。あのだから土砂の流出が少なくって、あの海が綺麗って、まあこれはちょっとアナウンスのネタでよく使わせていただいてるんですけれども、あのまあだから海が綺麗で、サンゴ礁が綺麗というところで、で、サンゴ礁で一番こう、宮古付近で有名なのが、ヤビジっていうのがあるんですね。八、漢字で言うと、八に重ねるに、日型の日に、背長の背ですかね。で、ヤビジっていう。で、これがまあ日本最大のサンゴ礁群っていうふうに言われていて、干潮の際に、サンゴ礁の一部がちょっと海上に出てくるっていうぐらい、それぐらい発達しているところが、ちょうど宮古の北東あたりかなにあるんですけども、うん、私はまあ本島から、ないしは沖縄本島から飛んでくるときは宮古の少し北側を通ってきますので、ちょうどその矢火地のあたりを、左手に、はい、ご覧いただきながら飛行してくるわけです。ということは下地に行くときには左側に乗った方が綺麗の方が、そうですよね。宮古島の上がり辺田崎とか、あとは池間島とかが多分、うん、見えてくると思うんですけど、これもやっぱり、まあ、あの感性の指示によって少しずつ違うので何とも言えないんですが、でも左側のお客さんの方がその宮古の全景が、ご覧いただけるかなと思うんですね。でその後その、一度そうですね、17、まあ、南風の場合は、そのまんま宮古の北側をパスしていってで、左旋回1、2回して、そのまままっすぐ南に向かって降りていくので、左側のお客様は池間島をずっとこう、180度ずっと見ながらっていう形ですね。はい。あの、要は、宮古を左に見え始めてからずっと左旋回をずっと繰り返していくことになるので、なので、池間島の東側から北側、西側まで、ずっと見続けながら着陸していくという形になりますね。で、特にその、沢田の浜っていうのが、下地島のと伊良部島ですね、の、と間にある、こう、すごいコバルトブルーの浅い海底のところがありますよね。で、あそこがものすごい綺麗なので、僕は左席の方が、17の場合はいいかな。なるほど。おすすめかなっていうふうに思ってます。17ってことは、南に降りるから、はい、どちらかというと南風がある、今の時期ですかね、もう夏。そうですね、今の時期ですよね。今の時期、おすすめですね。で、
じゃあ、3、5になるとどうなるか、まあ、北風なんですけども、これがですね、なかなか難しくてですね、天気がいい時に、まあ、場合によって、ビジュアルアプローチっていう、そのアプローチの形態ができたりするんですけれども、で、それもちょっと制限が今、最近ちょっとごめんなさい、あまり、飛んでないところがあってですね、下地については。昔だったらっていうところで、お話をさせていただきますと、まあ、空港の西側の、大体1500フィートぐらいのところなんで、450メートルぐらいですか、のあたりを飛行していって飛んでくるので、なかなかやっぱり左のお客様も35だと、海がずっと見え続けるって形になっちゃうんですよね。ただ、35は最後の最後、着陸の本当に2、3分ぐらい前ですか、2分ぐらい前ですかね、に、最後、その滑走路に正対するときに、伊良部大橋であったり、ちょっと奥には、何でしたっけ、どう忘れしちゃった、与那覇前浜地ビーチのあたりであったり、その前の久米島でしたっけね、とかが、見ながら、着陸をしていくので、最後のワクワクというか、まあ、クライマックス、ちょっと短い間ですけども、それはちょっとお楽しみいただけるんじゃないかなと思ってますね。でも、いいで総じすてね。やっぱり左席が、やっぱり僕はおすすめかなと思ってます。もう橋本さん、明日から下島の路線、左席埋まりますよ。傾きますね。そうですね。橋本さん自身は、まあ、乗務でバガン飛んでらっしゃると思うんですけども、そのプライベートで下島、宮古島って散策されたことはありますか？ありますよ、ありますよ。下地で、はい、行ったことはありますね。で、あそこ、ターミナルが本当に綺麗でして、僕知ってる空港の中で多分一番綺麗なんじゃないかなと思ってますね。沖縄のその、いろんな、まあ、ターミナルがあって、いろんな特色があって面白いんですけども、僕は個人的には下地のターミナルは大好きですね。ラはジい、オな局のの皆で、さん、聞きましたか？全国を飛び回ってる橋本さん、パイロットが、下島は特別だよっていうぐらい、特別本当でにす、特本当別なに。んですよ。ほってなんだ、空港とは思えない、ホテルのロようビーな。というかホテルですよね。ですよはい。ね。はい。で、まあ、それでいて、そのなんかエコにも結構考えられているそうですね。その沖縄独特の気候に、順応する形で、そのなるべくこう、光熱費を下げるというか、節約するための、建物の建て方をしているとかっていうのを話を聞いて、もうそういうそのデザインと環境とにうまいこと融合してマッチしたすごい綺麗な建物だなと思ってますけども。ぜひ皆さん、下島はへい。飛んでいっていただければと思います。それでおは、願いします。橋本さん、最後にですね、はい。パイロットを目指す、まあ、昔、橋本さんがそうであったように、その方々にメッセージを先輩としてお願いいたします。そうですね。これ、本当に、もう、毎回というか、まあ、前回と同じことになってしまいますけども、本当に、いろんな経験をされてくださいっていうのが、一番大きいかなと思います。で、そこで培われた経験って、本当何で生かされるかわからないですけども、絶対何かの力になりますし、その力がきっとその、まあ、スキルになっていくと思うんですね。で、その上でその、じゃあ自分がパイロットになるとか、それ目指される目標があるんであれば、それに対して自分が何が使えるのかっていうのを常に考えて、言っていただけると、きっともっとその自分が持っていた経験とか、いろんなことをやったものが活かして、最終的にその目指しているゴールに近づく糧になるんじゃないかなって思ったりはします。それはそうですね。僕が、今だから僕がパイロットになる前に憧れてた時のことをちょっと思い出して、自分に対して言ってみたいなと思った言葉ではあるんですけど、はい。
ありがとうございます、はい、やっぱりそういうパイロットになりたいという方々が何を目標として何目標どういうことをやっていいのかというところでもちろん技術的に知識的なものもあると思うんですがそれ以外のところで、うん、いわゆるノンテクニカル的なものを今日はちょっとお話をお伺いできたのかなそうです、ね、と思っております。はい、はい、ありがとうございました。それでは番組冒頭にご紹介した今回スカイマーク月間で、はい、プレゼントをご用意しております。でこのプレゼントはですね5回の、回数放送回のうち毎回毎回と一文字ずつのキーワードをおっしゃっていただきます。その一文字ずつのキーワードをつなげて最後に、FM 技能の方にも、申し込みいただければと思いますがじゃあ最初の1回目のキーワード橋本さんどうぞ。はい、キーワードはパです。パパです。 PA、はい、パですね。 PA のパですね。アルファベットでパ、PA ですね。はい、パですね。はい、そうです。はい、キーワードパです。ありがとうございました。はい、それでは、はい、今月はスカイマーク月間ということで第1回目、橋本機長にお越しいただきました。また来週からもスカイマークの方々に続々お越しいただきます。今日は橋本さん、はい、貴重なお時間ありがとうございました。いや、こちらこそよろしくありがとうございました。よろしくお願いしますって言いそうになりましたけど。テニスしました。テニスしました。テニスですね。ありがとうございます。ありがとうございました。